憑依したから私にできるんです。皆さんこんにちは、まみです。しゅなです。ひなです。メロメロです。まみちゃんの役も言わなきゃいけないから無理すぎる。ちょっとやだ、すっぴんすぎてしんどい。私の初詣の動画も超好きだったよ。初めてだけど眉毛だけ描いてみたけど。夜ご飯を今から食べるんです。せなちゃんが作ってくれました。あ、4つ残しておこう。お肉から入れる。お肉入れます。待って、すっごいふっとしてる。やばだ。え、でも違うよ、共同作業だよ。スープ入れたもんね。スープ入れたひな。あと鍋出した。うわすごいね、美味しそうだよ。無理っすね。思った。おたま、おたまげー。おったまげ、おったまげ。心配だけど。いただきます。うわ、え、かくの久しぶりに食べた。今日のあのお鍋のスープは味噌です。味噌スープ。それ味噌汁だもん。味噌、何それ今。味噌汁めっちゃ美味しいけど熱すぎて。何鍋が好き？キムチ鍋かな。普通にあの本だしとか入れて、うん、ごまだれとかで、それもさっぱりするからいいけど、でもキムチ好きだな。キムチだよな、やっぱり熱っ。普通に美味しいね。人と喋るご飯なんてマジで最高。毎日人とご飯食べたい、本当に。いや、なんか人って、うん、置いといたら人形みたいな。人って書いてる。これ置いて。ご飯食べる。悲しいね。悲しいね。虚しいね。寂しいね。最低だよ。私が友達いない人認定やめて考えそうって。定型文みたいな録音しといたらいいのか。ありがとうみたいな。おはよう。おいしいね。あ、おいしいね。あと何かいい。いただきます、うん、ごちそうさま。 お疲れ様。お疲れ様。今日もお仕事頑張ったね。じゃあ食べようか。そろそろお風呂入るとか。そろそろ寝ようか。朝ごはんは何にする？パン？ご飯？それとも私？って言われた瞬間ぶん殴るわマジで。虚しすぎてぶん殴るかも。やばくない、うん、ね、去年ね、すごい、はい、もう私が精神的に本当に落ちてる時あって、うんうんうん、ね、その時に本当に一人が、うん、なんか出た口柄来たね。ごめんなさいね、はい、マジであんごめんなさい。喋ってくれますか。本当に一人が無理で、うん、ね、もう連絡して、ね、本当にあの泊まっていいって言ったら、もうね、こういう人ですから、うん、心よくね、受け入れてくれて、まあ、いいよみたいな、お茶出してくれたり、ポッキーを出してくれたり。出ないって絶対、ね、ゲームするって。なになに、どういうこと。私もゲームするって言ったわ。私が見てたんだって幻覚。悲しい。いや、出したい気もする、はい、で今夜は、お菓子も買ったから適当に寝て、適当に起きて、楽しいお泊まりにするぞ。おー、動画見てください。こんな感じじゃないですか。違う、そんな感じ。皆さん次の動画見てください。バイバイ。バイバイ。